メンバーなら僕の全部を知ってて当たり前ジミオクイズ。シリーズ第2弾、はい、盛り上がっていきましょうか。いきましょう。皆さんお待ちしてくれていたので、はいはい、そうなの？そうなんですよ。臨時企画になっております。大人気シリーズ。そうなの？大人気シリーズ。大人気シリーズ。結構いろんなところでコメント待ってますって来てたので、はい、行きます。はい、いつもの行きます。娯楽を共にして違う、クラブね。あ、すいません、もう楽しすぎて間違えた。間違えた。もうエグいな。もう前も間違えたな。まあ第1回龍神をやってるんで、はい、こうメンバーの皆さんだったり、もう1回を見てくれた方は分かると思うんですが、改めてこうメンバーならメンバー一人のパーソナル的な部分だったり、はい、生活はやっぱ一番知ってると思うので、うん、全問正解して当たり前ということで、第2回は寿命になります。あ、まあみんな分かって当然ですよね。はい、それでは、はい、早速いきましょう。いけないいけない。ほらほらほら、めちゃくちゃ上がってるやん。もうじゃあ準備ごめんなさい。でいきます。はい、それでは早速一番から調子を。ジミー君お願いします。すごいね、ジミー君。それでは、はい、静粛に、はい、静粛に、はい、初めて聞いた、はい、第1問目。お、出していいですか。第1問目いきますよ。出しますよ。一級に来た。僕の開いているピアスの数はえぐい。そう、ピアスの数。え、これは余裕です。え、片方じゃなくて。カンニング禁止ですよ。片方じゃなくて。うわ、何個だ。すべて合わせて。え、それも結構そうだっつってんだろう。え、かけましたか皆さん。かけました。俺かけ、俺。じゃあいいですか、王様。はい、それでは回答せーのでいきます。せーの、ドン。3。あ、あ、3。あ、やばい、分かると。お、3と4で分かりましたよ。え、4。これ一番簡単な問題よ。だって見れば。え、待って。いや、そうやの。見れば分かるの。めちゃくちゃ簡単、これは。正解は三つ。イエーイ、危ねえ。俺もちろん。いや、惜しい。一つ違い。確かに俺も迷いました。イメージある。俺も三つと迷って。だって左にっすよね。ああ、安心安心。こっちが二つで、はいはい、こっちが一つ。俺一緒に覚えた。そうです、そうです。じゃあ正解は鶴井くん3つですね。龍神やった、はい、龍河くん、イーサーにワンポイント差し上げます。好きな女性の髪型は？えぐい。えぇ、ー、待って、それは色とかもあります？色じゃないです。髪型ね。ロング、ショートとか。あ、それみたいな形。形？本当？その髪型。七三とか。七三？誰がやん。誰がやもん、おかしい。誰が誰がやん。誰がやん。幅広いな。大丈夫ですか？はい、はい、それでは回答せーのでいきます。せーの、ドドン。ロング。ロング。ボブ。ショート。いや、それあ、一緒っすね。ショート。いや、もう俺、俺もロングって言ってたような。え、待って、皆様。え、あれ、全然分かってない。あれ、ボブ俺だって。何、ボブは龍神なんだよ。ボブは俺なんです。え、つるいか七三。まさかけど七三ちょっと近いです。え、かき揚げです。え、かき揚げロングです。シグサじゃ、あれ聞いたかロング、ロング、ロング。シグサじゃないですか。かき揚げロングです。ロング、どういうことですか。かき揚げ、この前髪がこうなってるやつあるじゃないですか。あれが、ちょっと待ってください。それはえ、ロングじゃないですか。ここなんです。僕が好きなのは量が、ね、ここだの長いバージョン。七三、つるい君のここ。七三ロングだ。俺のここ分かりにくいな。俺のここ分かりにくい。つるい君のここだ。全員不正解。うわ、厳しい。難しい。え、待って、まあ、もう全問正解なくなっちゃった。そのこだわりも大切ですよ。まあいいよいいよいいよ。まあ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 。次行こう。NEXT! 僕、ジミーの中でサッカー選手といえばどの選手の名前が上がりますでしょうか。あ、はい、サッカー選手といえば、あ、そういうことか。この人でしょっていう。あ、いや、今から言うってこと。どういうことですか。え、答え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと黙ってて、ちょっと黙ってて。あ、それでは大丈夫ですか。はい、回答せーのでいきます。せーの、ドドン。メッシさん、長谷部さん、ムバッペさん、クリロナさん、ロナウジーヌさん、本田圭佑さん。やばい、違うわ。なんと、はい、いる。正解がいる。いませんでした。えー、えー、
結構メジャーなもうすごい選手ですよ。正解は、いや、じゃあ正解は中村俊輔さんです。分かる俺らの世代の10番、ね、中村俊輔。世代近くないですか、長谷部近いです。うまぺさんね、うまぺさんの人違う。でも脳内にはよぎった選択肢にはあった、選択肢にはあった、うん、この様子じゃあ皆様もう全然ダメだ、終わってもらえばやばい、8問ありますから。はい、あとムバッペさん5問ぐらいあります。でももう分からない。花粉症の僕が症状を抑えるためにしているある対策とは何でしょう。名前忘れちゃった、名前忘れちゃった、何でしたっけ。俺も名前忘れた。どういうこと対策、薬飲むんじゃなくて。はい、来た。それかもしれないし、はい、それ分かんないです。花粉症を抑えるためにあることを僕はしています。何でしたっけ、あることをしてるの。脱ゼロ点。何、脱ゼロ点です。あることをしています。これ俺のための質問だ。レンさん筆が遅いですね。一応遅い。はい、行きましょう。はい、はい、それではいけると思いますけど。回答のほどお願いします。せーの、ベレン、グルテンフリー。あ、よし、危ねえ。小麦。じゃあ俺名前忘れちゃって。よくない。これダメです。違う。別にいいじゃないですか。目薬、薬を飲む。はいはいはい、別に良くないですか、これ。ね、一緒っす、一緒。まず正解発表します。はいはいはい、グルテンフリーです、はい、これ一緒じゃないですか。いや、これ一緒っすよね。ちょ、名前忘れちゃって、グルテンフリーの小麦粉だけじゃないんですよ ね、結局、ね、なのであれは当たり前です、もうそんなのは。寝る前にしてるじゃん。寝る前にしてるのはあれ別に花粉症用じゃないです。毎日飲んでるじゃん。これは別の薬も飲んでます。今年から始めたんすもんね。そうです。ということは、ね、ということはグルテンフリーのこの3人が正解です。なるほどな。1点、僕が一番好きなジャズアーティストを、はい、分かりません、答えなさい。急に大喜利。うわ、大喜利な。いや、何択かあるから。俺はけどそれっぽい名前書きます。面白い答えとかそれ風な答えでもワンちゃんいいでしょう。急に来た。あ、ジャズだなこの人って思ったら1点差し上げるかもしれません。うわぁ、ちょっとそんなに隠れて書いてるけど、ミニョ君の答え誰も気になってねえから。あ、まですか、ミニョ見ないですか。じゃあまず一人ずつ答え言っちゃいましょうか、はい、どっちからいきますか。俺からいきましょうか。じゃあ、あ、いいっすか。じゃあ、イーサ君、はい、答えをどうぞ。チェット・ベイカー。おー、チェット・ベイカーさん。大御所、大御所ですね。御所っすね。ハマったきっかけって言ってたんで。チェットウェイカーさん。はい。はい、残念。おお、あ、やばいね。ガチ。残念。待ってください。ありえる。残念。ガチ。お願いします。まあ、ジャズですよ。ジャズですよね。ジャージーさん。さあどうだ。いいよ、これは好き。これね、もう創始者作った方です。実はもういいね、そのジャージー、ジャージーです。ジャージーこの方いいかなと思って。あ、調べたい。あ、なるほど。一個一個どうぞ。もう調べたくなるよ。一応調べてみてください。これもしかしたらいるかもしれない。いるかもしれない。俺のこのジャズ本能がグザメラしてますね、今。1ポイント差し上げます。いいな、ジャッジさん。マジか。そういうこと、そういうのもありなよな。リョーガスさん、どうぞ。俺ジャズじゃない。あれ、あ、そういうこと。ジャズじゃない。全然ジャズじゃない。そっちか。ジョン・レノンは全然ジャズじゃない。残念。なんかちょっと納得いってないみたいな。半分諦めてましたからね。次、リュウシーさん。はい、行きます。どうぞ。はい、バレリーナ・イザベルトさん。誰それ。リノックス。しかもなんか上名前書いてるし。リュウシンです、こんにちは、バリーナ。それはおもろい。気になりますね。あ、ほんですか。おっと、なので、はい、1ポイント差し上げて。いいな、バリリーナ・イザベルト。でいけガチ。ガチで当てに行く。渡辺さん、はい、行きますよ。どうぞ。フランク・シナトラ。あれ、あ、なるほど。シナトラだ。シナトラさんです。あれ、すごい。残念。うそ、普通に当てに行った。もう一個だ。まあ俺もね、うん、レコードとかもらったからさ。そうですね、うん、レコード。確かに。鈴木さん、お願いします。クリストファー・ノーラン。え、
お、それっぽい。残念。え、逆にでも当てたくなってきた。めっちゃすごい映画監督なんやけど全然みんな知らんかったあの監督ですら分からなかった。テネットとかインセプションとか あんま受けへんかった。めっちゃ申し訳ないな。正解は？じゃあ正解は？ということで正解はオスカー・ピーターソンさんでした。言ってたね。だって大喜利して俺と心君が1ポイントもらってた。本気で言ったみんな外して。いや、ジャージーはもういいよ。これは俺もハマった。僕がダンストラックなどで使用している DTM ソフトウェアの名前は、何でしたっけ。あ、はい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 。これはもう僕ら全員ラッパー兼ボーカルです。DTM ソフトウェアの名前ですね。全員正解。どっちがないか。あれちょっと待って、どっちだ。どっち。あ、わかんない。なんか誰だ。俺は曲作る方やね。曲作る方です。いいですか。はい。それでは皆さん一斉に、せーの、ドドン。あ、プロツール。あ、もう出し方がもうアマチュアですね、君は。はい、プロツールス。プロツールス。ロジックプロソーセージパーティー、ロジックプロガレージバンド。ソーセージパーティーは違う。なんかソーセージみたいなソフト使ってたじゃないですか。あ、パットナーちゃん。ソーセージパットナーね。あー、ソーセージパットナーだ。それで待ってよ。なんか嫌やわ、ソーセージ。いいです、どうぞ。渡辺玲さん、ガレージバンドに関してはあるんですよ。あるんですよ。みんな使うんですよね、最初は。一番最初あれ初期なんですよね。そんなフォローせんでええから。その皆さんが言うおっしゃる通り2つ使っております。そうですね、文字、あのプロツールスとロジックプロですね、はい、けどビートを作るのに使っているのは、ね、ロジックプロ。知ってた。なので涼雅くんと渡辺蓮くん1ポイント獲得。難しいな。ソーセージパットナーは何使うしか。ソーセージパットナーはロジックの中のもう一個のアプリなんですね。ソーセージだけ覚えてたんですよ。ソーセージパットナー本当はちょっとあげたい。これ大丈夫、これ使える。ソーセージパットナー使える。これはね難しいです。難しいしちょっと形容的なので、はい、まあ、皆さんの回答次第でちょっと甘くしたりしないかなって思ってます。それでは7問目。もしもドラえもんの道具を一つ使えるとしたら僕は何で何をする。何で何をする。これ一回ジミーになってみる。そう、僕になって俺だったらこれするだろうなっていうのを考えて、これはもうねこれしかないと思う。いや、僕も結構自信ありますよ、これは、うん、はい。じゃあ、つゆさんからどうぞ。これから行くか。行きます。お願いします。どこでもドアで実家に帰る。あー、おー、これは見てこれいいぞ、これ、ね、ご飯食べれるしね、美味しいご飯、ね、みんなしたくない。そうだよね、帰れないですかね、なかなか、ね、なかなか名古屋はね、家族に会うと帰りたい、帰りたい、帰りたいってことは1ポイントどうぞ。そうかそうか。いや、確かにこれ理由はジミーさんめちゃくちゃ家族愛があるんですよ。あ、そうですね。そうそう、いつもお母さん、うん、妹、お父さんね、連絡取ってるんで、ジミーのために思ってどこでもドアっていう。うん、静かにしとってもらって。今日ダメだろうね、あんま喋ってない。レン君行きましょうか。いいですか。行きましょう。アンキパン。アンキパンで、まあ、勉強中の英語とかあと物事も全部暗記できちゃうんですよ、なんで忘れ物もないしずっと頭に残ってるわけで全部覚えられる、全部頭の中に入ってるんで絶対忘れ物とか忘れることもない、英語も一緒。これ消化しちゃうと忘れちゃうっていう性質がありまして。え、そうなんですか。え、大事だ。大事。やば、やったな。確かそうだったと思う。今の、あじゃあ、ということで残念。いや、これマイナスになっちゃうんじゃないですか。俺ダメだよ。マイナスになっちゃいますよ。やったな、それは。はい、それでは次。結構自信ありますよ。リュウシンさん、お願いします。はい、もしもボックスで全員がグルテンフリーになって街中がジャズが流れててかき上げ女子が増える街にする。そっち。はい。花粉症治したいっしょ、絶対。ああやばい。これやばいぞ。残念。あ
っさー。まあ、まあ、魅力的ではありましたけどね。それでは、ネクスト。はい、リョーカさん。僕はスモールライトで街を小さくする。ちょっと待って、理由聞こう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 、理由次第。やっぱりこう、まあ、人生において移動ってすごい大変じゃないですか。で、街を小さくすることによって移動距離が短くなる。これはジミーにとってすごくプラスだと思うんですけど、どうでしょうか。ちっちゃくして、えぐ着いたら戻す。そうですね。あ、考えてなかったよ。あんまじゃん。そこで考えてなかった。いらないです。全然いらないです、ね、欲しいもん、俺自分が欲しいもん。次、小松心さん、はい、これ自信あります、はい、やっぱり空飛ぶと気持ちいいなと思います。タケコプターの、飛んでる音で音楽制作。え？どういうことですか？やっぱりジミー君、その音楽が好きで、まあ、自分でもなんか作ったりするじゃないですか。で、だからタケコプターの飛んでる音拾っちゃって、それで作ったら唯一無二の音源作れるんじゃないかなと思って。あー、確かにね。これちょっといいかな。曲中ブンブンずっと鳴ってるという。初めからブーンからずっと鳴ってますね。いかがでしょうか。えぐいですね。いらないです。シンプルにいらない。変にボケるとこうなっちゃうよ。怖いな怖いな怖いな。みんな真面目にやってる。確かに。いやいやいや。さあ、じゃあラスト、はい、僕はもうシンプルにいきました。はい、ブラザーだし、シンプルだし、これはもう最高だと確信ついてる。はい、いきます。もしもボックスで世界一モテモテになる。ああ、まあ、え、これ相手待ってたりとか、そういうこと。まあ理由で聞きますわ、一旦。いや、まあ、もしボックスね、モテモテになったら、まあね、アーティストとしてもすごいかっこよくなりますし、よりね、まあ全世界の欲望ですよね、これは。皆さん、もしもボックスで、はい、世界一モテモテになる、はい。残念。え、うそ。惜しい、めちゃめちゃ惜しい。正解は、正解はもしもボックスで太らない体になりたい。あ、ちょっと一緒に似てたな。体型の方か。そう、別にモテモテとかじゃなくていいんですよ。この自分にこう、まあ、ご飯も好きだし、まあ、太りやすい体質ということで、太りたくないと、ご飯をいくら食べても、うん、そっちの使い方っすね。言ってたわ、一緒にご飯行ってた時に言ってたんですよ。俺もそれ聞いた。で、俺がめっちゃ食ってる時に言ってたんですよ。嫌味みたいにね。そう、基本食事制限っていうか、糖質制限して、めちゃくちゃ食事制限して、俺が思いっきり食べてる。待って、結構点数やばいんじゃないですか、これ。ありがとうございます。ついくん1ポイント、ついくんだけ。いや、マジか。ついくんだけ1ポイント獲得になります。よしよし、はい。